簡単です。はい、皆さんこんにちは。今回浜名湖ヤングダービーに来ましたよ。ヤングの若きバトルということで、まあ、ヤングフナケンあのベテランみたいな 1,2,3 のフナケンは僕は買わないっすよ。ヤングフナケンで今日は満州をぶち当てようと思ってるんですけれども、で今日はなぜ来たかというと、視聴者対決企画の第5弾か5弾だよな第5弾だヤングダービーであの静岡の方とねバトルということで、めちゃめちゃ気合入ってるんで、とりあえずねここに視聴者さんが来てくれるみたいなんで、あと5分ぐらいですけれども待ちましょうということで、今日はもう気合入りまくりなんで頑張っていきたいと思います。はい、はい、ということで視聴者さんが到着されたみたいなんで、お願いします。お願いします。お願いします。あ、初めまして。お願いします。お願いします。お気づきですか。今日は3人です。企画初の3人バトルです。マイジャグラーさん、マイジャグさん、はい、マイジャグさんと、メイソンさんということで、マイジャグラーの55チャンスとフリーメイソンの666ということで、めちゃめちゃ怪しいコンビですけれども、よろしくお願いします。お願いします。ぶちかましますか。はい。今日はちょっと僕気づいたんですけど、1万円でゴレスって結構多すぎて、チョロマがチョロマがかけちゃうことになっちゃうので、絞りますか今日は。はい、ということで3レースに絞りたいと思います。3レースだったら均等買いでも3000円以上買えるんで、8レースから12レースの中で3レースチョイスして、あった方がいいかな。まあそこはあの相談して決めていいんじゃない。そうだね、じゃあ相談して、まあ最低3レース参戦ということで、うん、やっぱ本命とかだとやっぱその5レースチョロマかって結構難しいと思うんですよ、うん、穴狙いじゃないとちょっと不利になっちゃうと思うんで、3レースに しようと思います今日から。ということでお願いします、はい、お願いします。怪しいですけど全員怪しくないですか。怪しいです、全員怪しいです。お願いします。ということでじゃあやりますか。はい、お願いします。行きましょう。行きましょう。お願いします。ということでルールを決めたんですけれども、さっき言った通り最低3レースは参戦しないといけないんですけれども、今8レースの手前なんで、8から12まであるんで最低3レースで勝負したくなかったら剣しても OK という形で、1万円を1番増やした人が勝ちっていうルールにしましょう。はい、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあそれでいきましょう。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。そうですね、ここはもうとりあえず村松信頼で、村松信頼からのちょっと紐取りがちょっと読みにくいところがあるんで、まあ、紐取りも2と3と4これをつけて3着に2345 9点と、あとはまあ自分の中で123ってそこの本命のところをもう300円追加してからの1234の2345、あとは123を300円追加して勝負していきたいと思います。了解です。自分は3連単で134に1000円で、もう一つが143に500円で、あと2連単にちょっと1がこけた時に21に200円に31に200円っていう買い方をしました。3連単と2連単、はい、組み合わせで。そうですね、はい、組み合わせでこんな感じになりました。結構絞りましたね。はい、絞りました。お願いします。僕はここは剣します。逃げる？絶対に忘れてる。狙わせ頼むぞ。逃げなかったところで人気なかったり。なるほどね。剣した僕が一番出しゃばって前に来ちゃってるっていいですか。大丈夫なんですか。シリーズの5日目、準優勝の後半戦、あとは8レースの一般競争です。1号艇、8号艇、8テスト一般カードスタートまでは今残り10秒です。インコースから1番2番3番ダッシュが4番5番2番揃ったね。一般戦第8です。ちょっと後ろに揃った。2、3、4、5号艇真ん中の4艇が少し取れた感じ。インコ1号艇の形で先に待っていく。韓国十分取って竹下さんとしてのポータが浮いた。そこへ3号艇パクタソクチャー。最前列5号艇が入ってきた。逃げた。あ、もう水族来てる。はい、持ち切った先頭は1号艇、5号艇、5号艇、3艇が固まっている。そこへ最口4、5番手から6号艇、後ろの水族来てる。そのまま白くがタンマークに寄っていく。真ん中から構えて4号艇の3号艇が差し出て5号艇、
6はいらんわ。1億6、6はない。1億6ダメ、ダメじゃん。2、いや、あるあるある、1億2、6はないよ、6はいらん、2だよ、ミネさん、ミネさんどうしました？はい、あの青春感じてました。ミネさん、いやー、まあ外れちゃったんで、残念でしたね。はい、いや、次ぶちかましましょうよ。次ぶちかましますよね。はい、ミネさんに似すぎ。自分で出走した方がいいんじゃないですか？間違いないですね。陰線で、いやここはなんか自分の中で、なんかどうしてもインが信用できないっていうのがあって、2号艇の三河が F2 でちょっとどうしても自分の中で遅れるっていうことを想定して、まず本戦にやっぱ中村明元秋友が、まくり刺すかまくるかの展開を考えて、そしてあとちょっと売れてないんですけど松山のまくり刺しなりまくりがちょっとあの来るかなと、まあ磯部がちょっと頭までありそうな感じもするんですけど、そこはあえて切ってからの、3、4頭の2着を1と6つけての3着に、2、3、4、6、この12点、各200円ずつで勝負していきたいと思います。以上です。お願いします。お願いします。これちょっと簡単です。簡単宣言していい？かけるくん、いい？お前に簡単ですねだろ。これね、簡単なんですよ。いいですか？でまず展示、そう展示が、F2 の三河選手が大外で1、3、4、5、6、2、まあか枠なりね、枠なりのパターンもあると思ってたんですけど、ほぼ1、3、4、5、6、2でしょ、うん、で、松山選手がめちゃめちゃ浜名湖苦手な上にスタートが全く決まってないんで、で直線タイムが、5号艇の前田選手がトップだったんで、で前田選手0台のスタート3番あるでしょ、うん、ってことは4角から前田選手ブワー行くんですよ、って言ったら、まず本戦が、5コースからの磯部選手のまくり差しじゃん、うん、で6、1、3、0、これ本戦うちの2艇が2着残すパターンね、うん、で、まくり切ったパターンの6号前で、最後に、まくり切って6号前、そう、前で選手がまくり切ってだけど、追いついちゃうパターンね、磯部が追いつけなくても道中でかわすっていうパターン、うん、で、最後に、3、6前、これは、枠なりだったパターンで、3がまくりに行って、6が突っ込んできて、3、6前、うん、で、本戦は6、3、おじゃす、これ簡単です、これはこれ簡単です。ミネリュウタさんは、僕は剣でします。ミネリュウタさん剣ですか？はい、剣ですか？剣です。よし、ほら来た、よし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 、スタート展示同様に F2 ハンデを抱える三河高橋、5、6来たらでも5、6はねないよ多分、磯部がかわすから。あんま引いてねえな。よし、ぶち抜け。
スタート揃え、ぶち抜け。あーダメじゃん、あーブスロか、ぶち抜け、いけ、よし行った、行った、よし行った、ほら行ったろ、これ行ったろ、ほらモロちゃん、モロちゃん、ほらモロちゃん、ほら来た、モロちゃん、白くかボケ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 記録は安い、それは笑うわ。でも差し返すね、多分磯部なら16はつまらん、あーつまらん、それは笑うわ。いや俺考えたんよこのパターンも、でも安かったから抑えなかった。安いっしょ、今届かんかったかな、完璧だったやん。613で何倍ぐらいな、613結構ついてんじゃね、30倍ぐらいじゃねえの、あれあれ、いけ、無理だな、あー、みんな顔向けた、いいよな、あーやっべ、今のは悔しい、簡単です。あ、やばい、これマジ、あー、